熊本市東区の介護老人保健施設。今日、木村隆知事が表敬訪問したのは松崎美穂さん、御年なんと111歳。去年1月25日以降、県内の最高齢者です。松崎さんみたいなキラキラ輝くご長寿の方がもっともっと熊本に増えていくように願っています。1913年大正2年生まれの松崎さん、大分県玖珠町から小国町に嫁いで子供7人を育て上げ、今ではやしゃごもいるそうです。夫を亡くし90歳の時から熊本市の娘の家に同居して、この施設に通い始めました。最近は車椅子を使うことが増え、家に帰ることが少なくなりましたが、朝7時過ぎに起きて夜8時頃に寝る規則正しい生活を続けています。嫌いな食べ物はなく、スナック菓子や数の子などのしょっぱいものがお好きだそうです。長生きの秘訣は何でしょうかって。何もないです。まだまだ長生きされてください。ありがとうございます。